誰から来たの？ちょっと勝手に見ないでよ。好きだから見てもいいでしょ。逆に見られてやましいことでもあるの？別にあるわけじゃないけど。なんで勝手に俺の友達の連絡先消してんだよ。だって私以外の女の子と連絡取る必要なくない？なんで逆に女の子の連絡先が入ってるの？え、まさか浮気してんの？ストップ。これもデート DV に入ります。DV と聞くと身体的暴力が思い浮かびやすいかもしれませんが、このような加害や被害の認識がしにくい精神的暴力もデート DV の一つです。他にも身体的暴力、性的暴力、経済的暴力などがあります。実はこういうことがあったんだよね。それって愛されてる証拠じゃん。お前が寂しくさせちゃったんじゃない？そのせいでやきもち焼いたんだよ。大変だったんだな。でも大丈夫だよ。俺もこんなことがあってさ。ストップ。これは二次加害に含まれます。二次加害とは被害を相談したことによって新たな心理的社会的ダメージを受けることです。良かれと思っての言動だったり励ましのつもりだったりするかもしれませんが、二次加害となってしまう可能性があります。二次加害についての知識を学んだ上で、あなたの励ましたいという優しさを生かしてみてください。恋人同士は察する風潮があり、暗黙の了解が多いですよね。相手が何を嫌と思うかは聞いてみないとわからないと言いますが、それは恋人同士でも同じことです。好きだからいいだろうという気持ちではなく、相手の同意を得ることがあなたにとっても相手にとっても必要です。お互いのために自分の気持ちに気づく、相手の気持ちを尊重することを意識し、同意を取る、意見を聞くということを大切にしてみてください。